がちょっとちっちゃくなっちゃって、なんか打った瞬間にすぐ肘抜いちゃったで、うん、当たった瞬間手をこう伸ばして伸ばせてないことに気づいた。そうですね、手を伸ばせてないことに気づきました。それをさ、どっちの手で意識する？もうあんまりどっちのかな、ない、こういうそういう意識ね、こういう、うんうん、当たった瞬間に肘を伸ばす。うん、いいんじゃない？もう一回お願いします。お、いいんじゃない？音がいい。お、いいじゃん。ちょっと後ろからも撮りますね。当たった瞬間に手を伸ばす。ナイス。もっとパーンと打ちます。今またちょっと当てにいってる、うん、もっとクッと。いい。そう、それだ。それだ。ここ。うん。もうそれだけでいいの。手はブランブランで。手ブランブランで。うん。今ちょっと。何？何やってんの？確かにね。でもそれだよ。あ、今ちょっと合わせた。あ、バレた。うん。いい。違う、そんなに。うん。なんかさ、バラバラになってる感じする。でも今合わせてない？今振った？合わせてる。合わせたる。おー、右です。やっぱ、ね、ちょっと合わせてみて。疲れてきました。じゃあ思いっきりやってみてください。お、いいじゃん。それじゃん。それ今ちょい合わせ。今ちょい合わせしたの？ちょい合わせ。完全に。おう、今はちょい合わせ。合わせるのやめてください。今のはちょっと振ってみよう。今合わせてる感じ見えないけどね。マイナーはさっきよりすごい良くなってる。マイナーはね、ほんと良くなってる。おう、ボール高くなってるし、ほら、うん。お、いいじゃん。どうしたん？振った。え？振った？アイアンは振るようにしたんだ。うん、もうから感じ。いいじゃん。全然いい。全然いいっすよ。うん、音がいい。そう、飛ぶようになりました。ね、良くなったでしょ。ここちょっと。こじはるです。まだつてる。ちょっと怒れるかな、こじはるですって言ったら。
あのファンの人、ファンの人すみません。こじはるが可愛すぎて、こじはるの髪型をちょっと真似して。どうですか。いいと思う。ちょっと幼っぽくなったんですか。うん、若くなったの、うん。それ狙いです。とにかく、うん、ドライバーはまだ合わせてるけど、はい、アイアンは合わせないようにしたってことでいいですか。うん、そうです。しっかりやっぱ振る。振る。うん、まあ、コースばっかり出ると合わせてちゃう。そうね。ミスしたくないから、うん、やっぱ思いっきり練習では振るのは私の練習結構。打ち込み戦法ね。打ち込み戦法。とにかく振る。でもさ、振っていかないと結局さ、悪いとこも分かんないんだよね。そうなんだよ、体のブレとかさ。そうそうそう。じゃあもうちょっとやりますか。そうですね、あともうちょっとやります。はい。じゅんちゃんのアドバイスで、この指に力を入れないためにまずレシートを親指と人差し指ね、親指と人差し指で挟んで力入れないね、この2本に。はい。でさらに、ちょっと待って、さらにクラブのしなり、はい、利用するためにクラブのしなり、右足を、そう、右の腰の前でやるのがポイントですね。右の腰の前で手は我慢する。そうですね、そうすることでこの前でもね、こう回ってくる。そうですね。そうするとさっきのスライスしたのがなんと持ち球のドロー出てます。え、すごい、すごい変わった。ね、最近スライスが出てた心ちゃんですが、ゴミを持って右足の前で振ってくることを意識して、おー、左に行きました。いいデイ。嬉しそうです。もうね、何時間練習した？1時間半くらい。1時間半練習しました。そう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 。動きがおかしいから。いいね、来ました、ドロー。あれね。でもいいかも、これイメージ作ってからの。そう、癖つくからね。イメージ作ってからの。いいね。ペルだけど、まだ遅いの分かる。うん。やばい。必死必死。何度。これね、また相当やっぱ。リストターンが遅いんだよ。うん。あ、起きた。こう。はい。なんか一個やると一個分からなくて。そうだよね。おでこで壁を押してる感じで。そうですね。いいね。ナイスショ、めっちゃ飛んでんだけど。完成しました。ナイスショットです。ありがとうございました。お疲れ様でした。そうだな、なんかやっぱ練習しすると触れて、なんか考えないで打てるようになるから、いいね。そう、久々にゴルフの筋肉使ったって感じする。いや、私は神が降りたよ。本当に分かんなかったもん。なんでフェードなんだろうってずっと思ったけど、うんうん、あの練習方法が最高でしたね。ドロー打ててたね。ドロー戻ってきた、うん、戻ってきたね。戻ってきたよ。あ、だだだ。あ、だだだ。
やっぱね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。また1週間後、うん、練習しました。週1ね。週1ね。頑張ってね、試合までね。大事ね、練習ね。頑張ろう。うん、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。